どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。いつも、たくさんのねいいねコメントをいただいてありがとうございます。最近ですね、アルバムのセカンドアルバムの発表がありましたよね。発売が決定しておりますが、内容がね、未発表曲が、オリジナルに関しては6曲、それからカバーも、どういったカバーの、ね、アルバムになるか全く僕らね、情報がありませんが、最近ね、代々木ファイナルの燃えよのねパフォーマンス YouTube 上にアップロードされましたよね。まだ見てない方、あんまりねそういう方いないと思いますが、まだね見てない方はぜひ見てほしいんですが、またちょっとね、やっぱり風くんかっこいいわっていうね、やっぱりあの人素敵だなっていう、ちょっと今回の動画、やっぱ細かいところまでね、詳細がはっきりね表情なんかもしっかり見れたんで、やっぱり良かったよねファイナル、すごい、やっぱ燃えよっていう曲ねからも特別だと思うし、素晴らしいですよね、あのパフォーマンスがね。なんかね、僕たちもちょっとムズムズ、発表されたね発売日は決まってるけどちょっと、ね、長い僕はね、なんか発売されますと発売日ね、ここは長いんじゃないかなってちょっと思うんですが、いやこんなもんですよって方もねいるんですがね、どうかな。ツイッター、昨日もちょっとね前回の動画も紹介しましたが、燃えよのアップロードの後に燃えよっていうツイートがされました。その後に新曲を早くね聞かせたい、みんなに聞いてほしいみたいなツイートがございました。そしてまたさらにね、ポロリ、これ見てる方多いと思うんですが、ツイッターです、ポロリっていうねツイートされました。ポロリすいません、ポロリって何ですかね。ポロリっていうと、出ちゃいけないものが出るみたいな、そんなニュアンスがね、ちょっとすいません、ちょっと話がそれそうだったんで、ちょっとすいませんね、戻しますが、なんかあるんじゃないかなと思いませんか。ひょっとしたら、アルバムのことに関して何か詳細があるのかなと、こんな感じのアルバムになりますみたいなことが発表されるのか、生配信、藤井風さんの、何かしら YouTube ライブ、インスタライブ、なんかそういうのがあるんじゃないかなと、思ってるんですが、皆さんどうでしょうか。前回のねファーストアルバムの時、ファーストアルバムが出る前の状況、僕ねその時はまだ、彼のファンにはなっていなかったので、どうだったか分かりません。妹はねもうずいぶん前から要チェックねしてたんで、聞いてみたら妹もね、なんか昨日なんかいろいろ調べてみたけどなんかよく覚えてないと、どうかなって言ってたんで、でも何かね動きがあるような気がしております。そう感じてる方も多いと思いますが、このポロリっていうツイートね、何も意味がないわけはないと思うので、なんかこうひょっとしたらアルバム発売されますってね発表された時にはまだ完成していなかったセカンドアルバムがひょっとしたらいよいよ完成に近づいた、もしくは、出来上がったのかもしれませんよね。でも発売日は3月23日なんで、この期間ね、やっぱ藤井風さん見てて思いませんか、彼はなんかじっとしとけないタイプなのかなと、早くねお披露目したい、そういうタイプなんじゃないかなと思いますので、もうね言いたいね、なんかちょっと小出しにでもしたい、皆さんに早く届けたいっていう、そういう思いがもうね溢れちゃって
出た3文字ポロリね、ポロリじゃないですよ、ポロリじゃないですよ、ポロリしたんじゃないかなと、こんな動きがあると思います。僕はね、皆さんどうでしょうか、すいませんね、なんか普通のことを喋ってるだけなんですが、すいませんね、ね、この動画初めて、ね、見たって方ね、僕初めて見たって方は何言ってんだこいつっていうね、そういう動画になってますが、すいません、去年の今ぐらいからかな、2月3月2月終わりぐらいから、藤井香さんのお話ねさせていただくようになって、もうすぐ1年ぐらいね経つんですが、一応ほぼ毎日ね何かしらお話しさせていただいております。動画ね、多分300本近くね上がってると思うんですが、ね、くだらないお話をねしてる時もあります。それから、なんかねいい話だったわってねコメントいただいたりすることもございますが、なんかねいつも毎日何か話すことがあるネタがある、そんな、アーティスト、そんな人、そんな人ね、なかなかいないと思うんで、あの本当素晴らしいね、あのアーティスト出会えたことに本当ね感謝をしたいなと思います。あの今回もねセカンドアルバム発売が迫っておりますが、本当に本当にね楽しみ、いろんな方からねコメントいただきますが、もう待てないと、楽しみ、早く聞きたい。それから、アリーナツアーのブルーレイね、多分円盤化されると思うので、これもね早く欲しい、待ってない、ね、最近で言うと激しい戦い、パーカーのね激しい戦いがございました。買えなかった方たくさんいらっしゃいます、その前もねミッチャム缶買えなかった方もたくさんいらっしゃいます、まあ、そういうのが、ね、続いてるんで、ちょっとね早くセカンドアルバムね聞きたいですね、何かしら詳細、何かしらの、インフォメーションがあると思っております。楽しみに待ちたいなと思ってます。それからねあとちょっといつもお知らせさせていただいておりますが、藤井風さんのねグッズ何でもいいです。T シャツでもバッグでも、なんか、アートワークでも何でもいいです。ご本人が写ってなくても構わないんで、何かねこういう風に飾ってますとか、こうやって着てますとか、こうやっていつも使ってますみたいな何でもいいですので、お写真ね、まあ、最近で言うとラサパーカーねどんどん着てます、ありがとうございます。それから、旅路ね、旅路イエイ、ね、旅路パーカーもゲットされた方いらっしゃると思うんで、ぜひね後ろ姿だけでも構わないんで、届きましたみたいなねコーディネート写真募集しております。皆さんのお写真を集めて、2月いっぱいね集めて、なんか1本ねこの今年のねムードで、なんかスライドショー的な動画をね、まあ、そんなね大したものは作れないかもしれませんが、頑張ってなんかね作って皆さんね思い出に残るような動画にしたいなと思ってますんで、まあ、ここでねまたその動画もお披露目しますんで、2月いっぱいお写真ね募集しております。概要欄にインスタグラムね、僕のインスタグラムを貼り付けてますんで、DM からねお写真をいただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで楽しみですね、いろいろ情報がまたね、届くと思います。インフォメーションがねあると思いますんで、楽しみに待ちたいなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。